お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュやっていこうと思うんですけど、今日はね、こちら、クエイクホグですね。はい、使っていこうかなと思います。で、これ、またね、胞子がいるんかいって感じなんですけど、僕の動画多分今後ね、もう一生っすね、ずっとロケット胞子多めになると思うんで、まあ、覚悟しといてください。はい。で、ロケ砲の枠はね、マスケでもいいですね。正直前までマスケだったんですけど、最近ロケ砲バージョンも増えてるかな。で、雪玉の枠も、ウッドでもいいと思いますね。ほんと好みかな。マスケ方式どっちか好みで、雪玉ウッドが好みで、だから最近ウォールブレーカー対策かな。多分ウッドも増えてるんですけど、まあ正直雪玉の方が、こう空にもね、安定して立ち回れるし、まあ別に枯渇にもね、別に雪玉でも勝てないことはないって感じなんで、まあ正直雪玉の方がおすすめですね。まあでもウッドでもまあ最悪いいかなと思います。で、方式かマスケは、本当の好みかなと思います。というわけで、やっていきたいなと思います。超高回転ですね。 2.6 か。はい、鬼早めなやつです。さあ来ましたね。行きましょうか。で今9勝無敗なんでね、ちょっと無敗12勝ね、久々にできたらいいかなと思います。とりあえずコウモリスーパーからのもうギャンギャンね、飛ばしていきたいですね。おお、ザップザップってなったら、ペッカ工場か、ザップメガゴ、ラバですかね。ラバっぽい香りはしますけど、ジャイでした。はい、ごめんなさい。ジャイプリですね。ジャイプリ。これは、メガゴを殴りつつ、はい、アイコレで、ダックプリ逆線持ってきて、ミニペデネジャイ美味しくいただいて、ロケット星が惜しいですね。もうちょっと避けてもらえそうでしたけど。まあまあまあ。で、この、残ったミニペの前にホグつけるだけで、相手結構きつい、きつい。プリンスとエレキしかないんで、このクエイクまで打っちゃって、さすがにコストないと思うんで、ここで、ミニペがほぼ残るんですよ。で、エレキ出すけど、みたいな、出せないか。うい。さあ、これはね、いいですね。まあ、ジャイプリプリは、あれっすね、やっぱ一枚一枚が重たいっていうのが特徴なんで、今5コス下げて、エレキも、9コスまではさすがに避けなかったんで、今のところクエイクまで打って大ダメージつなげれたって感じですね。さあ、余裕で勝てますね、ジャイは多分。いや、わかんない。フルで片足つくまれたらむずいかもしんないんですけど、結構余裕だと思いますね。スケコウモリっていうので、ザップ枯渇もできつつ、陸受けも豊富っていうので、さあ、これはとりあえずホグ飛ばしましょうか。一旦ね。一旦飛ばして、このコウモリが無駄になっちゃってますね。これ良くないですね。こういう無駄なね、コウモリをなくしていけたらいいかなと思います。さあ、これは多分ロケット星。危ない危ない。しっかりね、延命してあげて、このロケット星がね、結局最強なんですよ。マジで。僕気づいちゃってますからね、結局ね。結局そうなんですよ。こういうことっすね。気づけば相手は絶望的なね、状況になっていくと。さあ、これ雪玉まで打っちゃって、ダメージ稼いでいきましょうか。さあ、いいですね。で、この方針も一発殴りますからね。え、余裕っすね。めちゃくちゃいい。このデッキ、てか、前までクエイコグってアイスピーだった説があるんですよね。なんですけど、スケーにすることによって、ああ、いいファイボ。なんかね、良くなりましたね。ザップ枯渇がこう生きて、ここのザップってことによって、これが生きる、みたいな。で、よいしょ。アイスピーだったら、その範囲攻撃でね、山岳とかいい感じにできたんですけど、もうロケット方式にしちゃえば、範囲でね、ワンパンできるんで、まあ、アイスピーがいらないって感じですね。さあ、どうせならもう一個タワー降りたかったですけど、さあ、綺麗に勝利かな。はい。という感じで。まあ、一応磨いておきますけど、いや、結構いいですね。ロケ、マスケだったら、すいません。マスケだったら、まあ、アイスピーの方がいいのかもしれないですね。マスケだったら、スケが、アイスピーで。でも、ロケット方式の場合は、範囲攻撃を備えているので、アイスピーがもう必要ないと。その場合、それなら、スケにしちゃえという感じですかね。はい。なんで、このデッキはね、結構強いと思いますね。本当に。回転早いし、何がきついんだろうねって感じですよ。でね、3月はね、ちょっとね、YouTube 毎日2本頑張りつつ、あれっすね、彼女がね、結構、そう、東京に来て、ちょっとね、半同棲みたいな感じでね、
生活できるんで、もう僕は幸せですね。なんで、まあ彼女コラボも撮れたら撮ろうかなと思うんですけど、どんなのがいいかなと思いつつ、ね、悩んでいるところではあります。さあ、ロボちゃんコラボですね。お楽しみにしといてください。まあ、そんな出るかわかんないですけど、まあ、何本か出ると思います。さあ、これか？施設プラスのトルネーの、このホグは若干厄介かもしれませんね。あの、テスラとトルネーでイモられて、ロケット削りフルでされると、若干きつめかな。でもこれはあれっすね。付け咲いたんで、このミニペッカーをつけることによって、結構しんどいと思いますね。トルネーまだ使う。トルネまで使ってくれる。おー、いや、うまい。けど、あ、キンキドしてるしね、結局。さ、トルネ使ったんで、ホグ飛ばしたいんですけど、テスラがあるので、クエイクまで撃たないと突破できなくて、クエイクまで撃つと、ちょっとね、難しいって感じですね。次のクロスもあるんで。さあ、まあ、行っちゃっていい気もしますね。アイスイズも咲いてるんで、ここまで行っちゃって、でクエイクまで撃っちゃって、さあ、ここ突破して、さあ、ダメージを、あ、ロケット押し残れ。これで一発ですからね。ここでクロスなんて置かれた時にはもう、罪ですからね。まあ、どうにか、どうにか回転で回しましょう。コウモリからの、こう、低コス系でね、回して、今、アイゴラホグやってもよかったかもですね。トレーがあるかでも。さあさあさあ、オッケーですね。これ一応、いい感じのアイゴロを置きつつ、さあ、ここでロケット押しとクエイクで処理していきましょうか。まあ、ミニペックでもよかったかもね。クエイク一回温存してもよかったかもね、これ。なんか、そう、これですね。僕の負けるパターンとしては。このロケットで、ひたすら削られるって感じですね。なんで、とりあえず、頑張ります。胞子が若干ザメだと思うんで、胞子出しつつ、相手はもう多分セミクロスもしてこない。そうっすね、攻めクロスしてこないのと、ワンチャンどっちのサイド攻めるか問題もすごい出てくるんですよね。これね、すごい悩みますね。どっちのサイド攻めるか問題。さあ、ロケット打ってくる。うわー、これですね。これはね、多分絶対勝てるパターンがあると思うんですよ。ここで逆サイに行って、相手はちょっと両サイドいい感じに防衛しないといけないっていう、じゃないと、このミニペックが、ぶち刺さるプランだったんすけど、いや、そうっすね。こんな感じです。いや、いけますね。いや、勝ったくそくね。なんか、両サイ行ってると、さては勝った。これはもうクエイク削りしちゃって、スケがたまたま出てきて、でも削りっすね、多分。僕の方が多分早いんで、多分ばっか言ってる。これ、ホグ飛ばして、まあ、アイスイズかないとか、テスラか。なんか来るんで、こう、ぶちかまして、終わりでーす。お疲れ様でした。来た。クエイクいけないですね。あぶねー。これはね、意外ときつめだと思ったんですけど、まあ、両サイ削れてたんで、両サイ振ったら、たまたまいい感じになったって感じですね。まあ、片方だけずっと攻めても、意外と、まあ、いけたかもしんないですね。はい。というわけで、あのね、3月 YouTube いっぱいあげたいと思ってるんですけど、何の動画出そうかなって、3月、2アカ僕アカウント持ってるんで、シーズン終わって、新シーズンになったら、一つのアカウントは、こう、なんかね、ミラードみたいな、8000ミラードみたいな、もうミラーのデッキで8000目指すみたいなのもやろうと思ったんですけど、8000はさすがにきついよなと思いつつ、7500でもいいなとも思ってるんですけど、けど、僕、基本的にディガー使うんで、ディガー加工されるしなぁと思いつつ、ちょっといろいろね、なんかいろいろしたいなぁと思ってるんですけど、悩んでますね。なんか銀髪ぐらいになら僕も進めたいと思ってるんで、道連れ系もね、ワンチャンいいよねとも、思ってはいるんですが、いろいろ考えてるんでね。お楽しみに。さあ、というわけで、ちょっと厄介な感じのやつが来ましたね。これやばいっすね。やばいっすね。流れが。これ一回待って、コウモリまで出しちゃうと、なんか一緒にやられちゃうのが怖いので、さ、ウッド、これスケーン名かな。アイゴリいるからできないか。まあまあ、右もダメージ受けたんで、
左側若干強したんですけど、ロゲホそっち行きますか。さあ、これコウモリまで行っていいっすね。相手ウッドアイゴル咲いてるんで、結構きつい気がする。うい、いやー、待って、キング起動してる。ロゲホは決めませんやん。さあさあさあ、相手は、うわ、うめえ。それはうめえ。それはうまいね。それはいい、マジアチャだね。まあまあ、これたまたま3発受けれたらラッキー。で、そうっすね、ロイフグか。マジアチャロイフグのハンター。いや、ミニペレだったな。あ、ハンターミニペのクエイクッドとかかな。なんで、ロケ砲がクエイクッドとかで処理されるのがちょっと気に食わんすね、僕としては。まあまあまあ。からの、ここはとりあえず攻めつつ、ミニペカハンター来るんで、一回押しのけて、さあ確実にダメージ。んにゃ、どうしー。さてはやばいな。これはやばいっすね。しょっぱなのダメージが後々響いてきそうですね。で、クエイクを持っていると思うので、多分2-1プランぐらいの気持ちでいかないと、これ勝てないっすね。2-1プランっすね。さあ、からのクエイクってくるかな。うん、来ますね。じゃあ僕も打つんですけど、うわー、やべやべ、ゴリゴリゴリ。さあ、でもダメージ稼いでいく。一旦許容はしつつ、さあ、からの、いや、ゴリりますね。ゴリって、いや、結構いい。ダメージが入る。もう一発入る。いや、いい。ただこのダメージ追いつけるんで、僕もしっかり守っていかないといけないですね。問題はコウモリで積極的に守りたいみたいなのがありますね。さあ、この辺で追いつけなかった時なんですが、これ来ますね。多分相手は守れないって分かっているので、さあ、ほほ、鬼鬼鬼鬼。さあ、ですが僕も、うわー、いい、ウッド。それはさあ、やばい。いや、耐えれる。いや、耐えれないか。ちょっと待ってー、お兄さん。これはね、あれっすね、まあ、相手もうまいんですよね、間違いなく。しょっぱなかな。しょっぱな、やっぱダメージめっちゃ受けちゃいましたね。なんか、なんでだろう、覚えてないですけど、しょっぱなダメージ受けすぎたのが、まあ、良くなかったかなって感じです。はい、反省反省。なんかロケ、なんかね、あれか、ロケット押し裂いてマジアチ合わされてすることなくて、ミニペイ合わせて、なんかグダグダってなっちゃったんですよね。もうちょっと丁寧になんかいろいろユニットサイドも良かったかなーって感じですね。はい。というわけで、ちょちょっと12勝したいと思います。来た。さあ、やっていきましょう。さあ、とりあえず、ホグ、ちょっと飛ばしちゃいたいですが、まあ、コウモリで、一旦守りますか。からの残り物コウモリにクエク構えて、おー、遅延ですね。ん？雪玉の糸。あ、バルーンですね、これ。僕がちょっと前に動画で紹介したやつですね。マジアチャがいるっすね、これ。射抜かれますかね、もしかしたら。あーですね。あ、ここがウッドだったら、ウッドだったらっていう説もね、すごいあるんですよね。これやばい。ちょっと一回やってからのコウモリ雪玉で、これ雪玉なんで相手のデッキ多分。おぶねえ、耐えていく。さあ、ナイトエレキハンターですね。ナイトエレキハンターか。まあ、ホグが一発は絶対通ると思いますね。一発は絶対通るんですけど、まあ相手のマジアチャですね。フォーシープラスのウッド一発でマジアチャ処理できるんで、まあ、そう考えた時はウッド優秀なんですけど、やっぱ生き玉ないとバルーンきついよねっていう感じっすよね。やば。たまたま当たるじゃん。オッケー。これ逆サイっていいっすね。これミニ残りちょっとうざいと思うんですよ。ハンター来て、まあまあまあ。で、このハンターをついでにやってくれると。そしてタワーにもたまたまダメージ入ると。うわ。これあれっすね。2周目雪玉回しますか。ん？いや、2周目雪玉回しますかって今俺バカなこと言った。さすがに回んねえけど、優秀か？これにナイトかな。エレキか。降ってくるよね。うん。で、このエレキは許容しましょうか。許容してからの、次ハンターのターンだと思うんで、まあ、ナイトかハンター。エレキがいないっていうので、攻めコウモリがすごい強いと思うんですよね。
いきます。ここでぶちかまして結構殺す気ですね。まあまあまあ、で次の相手のバルーンにはまあ回るよねって感じですね。回します。で拾ってコウモリ待ててスケで回して生き玉構えて、いらないですね。いいで、この流れで1チームさあロケット押し君、おいいね。でハンターかな、エレキか、まあどっちでもいいや、当たったラッキー。さあでこのロケット押しを延命したい。あー延命したい、これちょっと良くないですね。でロケット押し裂いちゃったんで、あでもなんか拾えそう、あ拾えねえ。ここまで来たらもういっちゃいましょうか。でスケがたまたまなんか出る、あーこれやばい。あ、でもハンターがミニペッカ殴ってる。え、すごくね、これ。ラッキーじゃね？え、ワンチャン終わりそうじゃね？おい。アヘンゴレフターしつつ。さあ、マジアチャーがいるんで気をつけて。いるんで気をつけて。いいですね。いいですね。ロケット星やっぱいいな。もう最強だよね、こいつ。大好き。本当に。だってこれで終わるもんね、戦い。いや本当にあれしちゃった？いや雪玉蹴んない。さあてんなわけで意外とねバルーンにもいけますね。さあこっちの煽りの方が強いんだよね、ごめんね。グッドゲーム。さあ12勝いただきました。いいですね、ロケット星系。なんかいろんなロケット星動画マジで出したいな。本当に楽しいし強いし最強ですね。というわけで今日ロケホークエコーグだったんですけど、まあ、よければ皆さんも使ってみてくださいってなわけでお疲れ様でした。バイバイ。